わかりましたはいお疲れ様ですちょっと待って緊張してねああ何話すか忘れちゃったよ何なの一番緊張してんの終わったんじゃんょったんじゃん東京ニュース新潟ニュースの前に1個あったんだけどなはい俺ね知ってるよ何知ってるついね俺多分ねわったに感化されたんだと思うよ <laughs> 俺ね、感化されたんだと思う。何何,何やられたね。<laughs> あのね、この、またじまさんが一番追ってるものがあるじゃないですか。はい。アルビレックスにが。おーなんと。見た。え見ました。見ましたよ。私も見ました。ちょっとだけ。ほんとに。まあ、あの。ちょっとだけかよ。<で> <laughs> そう、全部ではないんだね。<laughs> なテレビがね、ちょうどねあの、自分の背中にあるんで、あんまり見れなかったんですけど、<laughs> 向き変えればよくないですかいや、ちょっとやりたいことだったので、<laughs> その程度、その程度ですよ。<laughs> まあ、BGM に流してね、ラジオ感覚ですよ。あー、なるほどね。ラジオ感覚でね、うん、で直接見ててもさ、わかんないプレーとかもあるから、楽しくなくなるけど、ラジオ感覚でやったら聞けたから聞いてけですよ、<laughs> <you> そう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 。 もう勝ちましたよと。得点シーン見ましたか見てないんですよ。湧いたので見たって感じですね。ね湧いたから、えみたいな。<laughs> 前半はね、ちょっとそれでも見てた方なんですよ。あ<ー>あ。でも0対0で、まあ、折り返しですってなって。だすごいね、あの解説の人が盛り上がってたのだけわかるんですよ。そうそうそう。う意志が感じられる。ね。<laughs> すごい言ってて。ああ、NHK 苦手だもんねそ。そう。ああ、そうなんだって。 なってたんだけど、ええ、まあ、それでも、まあ、例対例だったし。まあ、ちょっとな、ちょっと、まあ、これは、とりあえず、まあ、流し見しようって思ったら。うんうん、なんか、うわーみたいだったから。え?。<laughs> え?。って。そんな感じですよ。なんか、起きたな。お。そう。お、あ、入ってる、僕って。入ってるってっ <laughs> ガー。ガッツポーズした?。<laughs> まあ、ちょっと、やったぜってなったよ。おお、やったよ。<laughs> おお、やったっ小さくね。 パフォーマームでやっと勝ったわけですよそうなんだもしかしたらねジェンジさんが見てたおかげかもしんない、はいまあ、そうかもしんないよね、うん、だってつい見ちゃったもん今日だって調べたもんだって今日試合があるの普段サッカーなんて興味ないジェンジさんが興味ないのにそう言われててねアルビレックス新潟がその今日の2時から試合がありますとおお<う>じゃあじゃあちょっと気にしようかなみたいな <laughs> 気にする選択をしたわけです そう,そうそうそう。<laughs> 見ようみたいな。録画して見なきゃ、ずっと見なきゃとは思わなかったけど、<laughs> あ、2時からなんだ、みたいな。で、時計も2時に近づいてきたら、あ、そろそろだな、みたいな。うん。ちょっとテレビつけようかな、みたいな。お<う>ぐらい、今、あの、興味レベルで言うと。じゃあ、あの、本当にね、多分、全治が見たおかげだと思う、俺は。いや、ほん<う>、まあそういうサポーター、多分ね、ちょっとずついると思うよ。あの、<れ>俺のおかげじゃないみたいな。今日、たまたま見たら、なんか勝ったわ、みたいな。 絶対あると思うよいろいろと注目度高かったからね、ロペス・ワグナーだっけそうそうそう、新監督がなって、初の試合そ<う>みたいな。いや,いやいや、またそから見たったんすかこ、あのー、次、前日時間見れば勝てるよ、たちょそう言われるとね、次の試合も見ようかなと思うよね。<笑><笑>まんまと <laughs>。そう、まんまと。だから勝った試合だし、しかも今日。<laughs> そうだよ、珍しいよい全然勝ってなかったの。 珍しいって言われちゃうぐらいだからね。<laughs> 聞いたロ,ロ,あのロベスワグナス監督のそのこれからの抱負。何ちょっと笑っちゃったもん俺。何何半分以上勝つって言ったんだよ。<laughs> 何言ってんだと俺は思ったよ。全然アルベレックス2が知らないよ。あの今までの戦績とか聞いてるだけだから。<laughs> そんな夢幻できると思ってんのみたいなやいいや。やるのは監督じゃなくて選手なわけじゃないですか。<笑><笑> はいそうですね。自動車変わったらそんな優勝できるもんなのみたいな感じですよ。いや、優勝目指しないよ。優勝じゃなくていか、<留>あの、勝つ、半分以上勝つ半分以上勝たないと、あの、残留する確率はもう低いからっていう。まあ、そ,うそういうことだろうね。そうそうそう。いや、それでもだよ。<laughs> なんか、それでもすごいなと思ったなんか。いや、でもまあね、あのー、この、あのー、ポッドキャスターと一緒で、はい、それできんのっていう疑い、 持ったままじゃできないわけですよ確かに確かにあのできるって絶対やるんだとあの負けなど許されないみたいな、うん、絶対半分勝つ信じなきゃねできないからもうその自信っていうかね、はい、そういうのが信じることがないと、はい、まあ試合前に負けてるっていうことですよそういうことだなシーズンが終わる前に降格してるようなもんですよ 多分監督もさ、来てさ、それを言えるってことはさ、選手見て思ったんだろうね。あ、こいつらだったら勝てるなっていう。それは分かんない。あ、それは分かんないん。もしかしたらやべえかなって。<laughs> でも今、とりあえず言わんとなんそういうノリじゃなかったでしょ。まあ<ジ>そういうノリじゃなかった。もうなんか、勝つ、絶対勝つみたいな感じだった。そうね。えちょっとあれだったよね。あの、そう子供がさ、塾童話とかでさ、うん、そんな夢持つなって大人が言うやつあるじゃん。あー、あるね。 そんな目指すだけ無駄だみたいな <laughs> そんな感じの大人になってしまった自分をちょっと恥じたね今あっちの方全然楽しみなのにそうあいつなんか言ってるぜみたいな態度取った自分がすごい恥ずかしいよ、ね、<laughs> いやーこそう,そう,そう監督がねそういう態度ならねあのそ,<う>その選手もねそうならなきゃってなりますよ信じてついていかなきゃなってなるよ、ね、あの自分の親がそんな感じだったらねもうやろしかないとなるわけですよ <laughs> なるほど、ね、そうちょっとね態度変えてこれからもちょっとね気に,気にはしようと思うほんとにああいやーいいね俺もねここ私もブログの方でねちょっとずつ書かせていただきますよ、はい、あのロペス・ワーグナーで何が変わったかみたいなねああそういうのは見るよねその、まあ、ワッタンが書いたなったら見るそうあんまりふざけずにねそういつもはふざけてない <laughs> あとアルビレックス新潟については、まあ、自分自身そんな積極的には調べないけどまたそが書くならまあ見ようかなみたいな感じでデレーじゃねえかよ <laughs> <laughs> ま,あまだその,でそのぐらいですね興味としては <laughs> OK、まあ、十分十分ここからですよここから安全寺さんをあのアルビレックスに続行させるんで楽しみ <laughs> ししててほいね皆さんには楽しみにしててほしい。どう変わるんだろうって。まあ、とりあえず第1弾が 7, 7月までにねどう変わったんだろうっていうのね。そうだねしよとりあえずそこでね、一旦の区切りっていうことでそうそう,そう,そうよし、ちょっと待って。はい。